プロスピースターチャンピオンシップ大阪吉本代表決定戦。昨夜ですね、プロスピエースを愛する大阪若手芸人22名によるトーナメント形式の予選会を行いまして、はい、激戦が繰り広げられました。すごいですね。今回はその熾烈な予選を勝ち抜いたベスト4が集結しておりまして、はい、チャンピオンの座を争うということです ね、 いいですね。そして今日の優勝者は大阪吉本代表としまして、プロスピエース吉本ナンバーワンを決める大会、プロスピエーススターチャンピオンシップ吉本芸人代表決定戦に出場となります。おお、すごい、はい、さらにその大会、吉本のスター芸人代表決定戦の優勝者がですね、はい、12月開催のプロスピエース芸能界ナンバーワン決定戦、プロスピエーススターチャンピオンシップへ出場できます。おー、すごいですね、はい、なかなかビッグイベントです。すごいですよ。プロスピでもやってるってことだよね。僕はもうリリースからやってますね。あ、でも僕も一緒です、はい、初日からですよね。初日からやってます。そうですね、最初のキャラはイデホ選手で。あ、一緒ですよ、ね、一緒そんなことあるの。一緒、体験もそうです。何でかぶってる。デニングじゃ、デニングじゃなかった。違う、デニングじゃなかったですよね。あ、なんか最初期はね、そうなんですよ、わけ分からずやってましたから、ね、スピリッツ1500とかでした。1500やったね。そうそうそう、はい、でね、川野、はい、結構そのすごい経歴というか、あ、ありがとうございます。野球がほんまにうまかったの。そうっすね、一応あの甲子園2度すごいですよ、出させてもらって、明治神宮大会でベスト4で、鳥取城北、そうそう、4番でした。結構ね、野球ものまでが跳ねてるということ、はい、そうですね、特に村上選手、まあ見たら分かるね、村上選手のものまで、ちょっと太ってるんで、あ、村上胸肉でやってます。胸肉タンパク質多めで、ヘルシーちゃいますね。ちょっとヘルシーちゃいます。ちょっとね、それちょっと見せてもらってもいいですか。あ、じゃあいいですか。あ、ぜひお願いします。じゃあ去年打った村上選手の変態ホームラン。変態ホームラン、そっからやってくる。おお、すごい。入るぞ。入る、神宮で打ったんですよ。神宮でカットじゃん。カットやカットでしたよ。リュウクのモノマネじゃん。リュウク、中日のモノマネ、中日のモノマネじゃん。違う。昨夜行われました予選会の模様をまとめたダイジェスト VTR というものがあるみたいなので、まずはこちらを見てみましょう。どうぞ。おはようございます。さあ、吉本の宇都宮と申します。はい、アンディオと申します。俺、順となす久保さんと当たりたいな。20番です。20番、誰ですか。僕は、プロスピ、7、8年続けてまして、リアルタイム対戦がベータ版の時からやってます。そのやっぱ歴として負けるわけにはいかないと思います。絶好調。じゃあ行きますね、皆さん、せーの、プレイボオーケー。今年のオリックスや。今年のオリックスや。ちょっとこの席集中しに行くんですけど。やばい。これよっしゃ。イチローでかい。スイングが遅い。打球が一本もあの外野に飛びませんでした。はい、じゃあ皆さんあの帰っていただいて。悔しい。無理や、もう。絶対勝ったかったのに。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。さあ皆さん、ベスト8揃いまして、じゃあ皆さんこれ勝ったらベスト4です。悔いの残らないよう頑張ってください。せーの、プレイボール。松坂だ。ジャイロツーシームね。よっしゃ、あー、もうなんでそっちよ。もうシュッシュッシュッシュ。もうええって、もうええ、はい、オッケー。すごい壮絶な戦い。いや、壮絶でしたね。会議室に押し込められて、はい、ね、知った面々もいましたよ。僕が、あ、本当ですか。まあまあ大阪にいた時に可愛がってた後輩もいました。はいはいはい、いや、もうすごいじゃないですか。全員負けてそうでした。ねえ、高橋君。よろしくお願いします。1回戦敗退しました。はい、負けてたね。はい、1回戦敗退のアンビシャス高橋と言います。お願いします。めっちゃ帰ってたよな。すぐ帰りましたよ、あれ。帰ってたな。はい、即帰宅。見てください。見てください。みんなが貯めてるパワースピポイント。うん、
自チーム S 契約書に変えずに、うん、1500ポイントこれに変えてます。2枚もらえますもんね。もっとも愛してる、愛はありますか、愛してます。大阪吉本若手芸人四天王の登場です。さあ、おはようございます。安心の俊介お願いします。芸歴が2年目、芸歴2年目、2年目でプロスピが5年、はい、5年です。プレイヤーレベル334、はい、そしてリアタイの最高が名人3位、はい、じゃあ続きまして菊田、ありがとうございます。でプロスピは、同じく5年、はい、でプレイヤーレベル333、うん、リアタイ最高位が名人2位、はい、どういうことで菊田は結構やってたよな。いや、そうですね、僕ほんまにゲーム1ヶ月ぐらいで、まあ、飽きちゃうんですけど、おうおうおう、このプロスピエースだけ5年続いてます。おもろすぎるもんな。いや、ほんまに朝起きたらスタミナ勝負、そう、これはもう確実です。我々あの5時間以上寝れないんです。そうそう、回復していきまして、バニラ・ラのイカザクラ、よいしょ。で、芸歴が8年目、まあ、同期でプロスピーを1年半、そうですね、まあ、始めたばっかり。レイヤーレベル176、はい、で、リアタイ最高が名人4位、やばい。1年半で運で勝ったみたいなところもあるんですよ、予選、だから今日もちょっとご利益あるかなと思って、実家のちょっと家宝持って、家宝、それがこれなんですけど、何何何、あのデスパイネのサイン。どういう書いてもらってんねん。デスパイネ書いてもらってんねん。え、これどれですか、書いてもらったやつがさ、色褪せていったのか、色褪せたやつに書いてもらった。デスパイネの時代ってそんな古ないやつ。そうですよ、確かに、ずっと日光のそばに置いてる。なんで。続きましては、トナリお願いします。トナリピン芸人、ピン芸人です。おー、そうだね、はい、で、芸歴5年目、5年目、はい、で、プロスピも5年、5年、で、プレイヤーレベル202、はい、まあ、この4人のですね、はい、まずはトーナメントの組み合わせ抽選に参りましょうか。うわー、じゃあ、1番、ヒグタツ。うわー、いきなりかー、いきますかー。そしてヒグタツの相手ですね、うん、2番、隣、阪神巨人、阪神巨人、伝統の一戦や、伝統の一戦や。第1試合、プレイボール。ああ、これ出ないですよね。これね、若きやー。おっ、あるわ。この、うわ、いい試合。うわー、そうですね。いや、出てるな、今のは。出てます、今のは。入ってきましたね。長っ！オースティンが、おっ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 、飛び込んでました。汚れね、この汚れ、おお、おお、まあ、そうですね、なんで走っていくのも面白いですよね。また出てここで走るかないから取り付けになる。おお、おお、おお、あっ、そうやねー。で、73やったら71やから止まへんかった。71やからね。うわ、来た！出る！ここはでも優勢です。これでも特殊能力が出てないですね。突っ込んだらじゃあ悔しいでしょ。突っ込んだらあるか。うわ、いいとまー、佐藤の出ないっす。うわ、大事だ。3球はいいね。うわカウント、カウント2アウトですね。さあ、どうなる。ああ、よっしゃー。第1試合はヒグタツの勝利。ヒグタツ勝利でーす。地味にマウンドの右にいるの嫌なんですよね、僕。おばさん、右に立ってるやつ。
なんかちょっとこっちインコース攻められる感じがして、なるほど、いいな、手出ちゃう、手出ちゃう、絶対出ちゃう、はい、はい、おーおーい、やばい、これは、よし、おお、超軽してた、超軽してた、超が警戒、うわすごいな、ポジショニングも大事ですからね、超やスピリッツが高すぎて、5100ありました、5100、やっぱオリジン強いな、超が警戒ですね、超が警戒、おお、見た、おお、天狗、すごいと思いました、ナイスパーティー、これは。あーわー、わかるわー、めっちゃわかるわー、術中ね、怖いのよこれは、あーちょっと、あ、これ面白いから、僕ら打ったら全部ちょっと力むよ、これうわー、めっちゃエコーさやないよ、いやー強気やね、うわピグチの感じだった、まあ、ロッテファンなんだ、うわぁ、うわぁ、小笠原と同じですよ、こっちの、すごい喋りました、山口君、ねぇ、一番喋りましたね、すごい喋りました、おここで消えた、消えた、消えた、小笠原と同じ人が消えました、はい、そんなテクニックがあるんだこれ、そうか、うわぁ、うわぁ、これは今縦すら待ちましたもんね、ちょっと、あー、うわー、うわー、ということでしょ、イカザクラでーす、いや、ナイスゲーム、決勝戦プレイボール、さあ、来ましたね、あ、ユニフォームいいですね、あ、いいですね、うん、このユニフォーム、ハイネックのアンダーシャツいいですね、うわ、このやっぱ間合いやらしいね、この、いや、うまいですよ、そうなんですよね、ヒグタツやっぱ性格が悪いんで、はい、やめてやめて、嫌な間合い使いますね、そうそう、野球にとっては素晴らしい、素晴らしいです、これは、いやー、いい球、これはいいボールですね、邪魔がるな、うん、サンタン選手、さっき打ってますからね、うん、おお、そうか、これでも初回ね、イカザクラ結構そんな感じなんですね、なんでしょう、このユニフォーム、あれ、何これ派手に行きますね、ユニフォーム、母の日ですか、これ今年の草野球でこういういますね、いますよね、この福留選手、よう、みんないや、多いですよね、多い、守備も上手いんで、うん、うわー、うまいな、やっぱどこでスラーブを使うかですからね、この戦場キワキワというよりちょっと甘めにというか、ね、うわー、ナイス、一緒のとこからツーシームスラーブを分けてくるっていう、いや、いい配球ですね、どうかさ、おお、抜けた、今のはナイスバッティ、見えてましたね、今のは待ってた感じありましたね、待ってた、うん、ですけど、うん、うん、うわ、よし、いい配球、種市選手、ちょっと見たことないかもしれないですね、ちょっと想像できないですね、さあ、イチロー選手からですね、ああ、どうだよ、ツーシームがあるのか、ありそうですけどね、フォーク、縦スラブ、フォーク、うん、ああ、上がらないジックル、ちっちゃいな、ちっちゃ、結構際どかったけど、ああ、結構でもストライクボールはっきりしますね、テンポが結構、うん、わあ、今のはどっちがボールなのか、いや、入ってましたね、いいとこに入ってますね、うわあ、ほら、そっのは、いやのはツーシーム読んだ、ああ、どうだ、なんかいつもなら捉えてたよな、そうですね、ボソッと打てたいや、あるね、いや、あるあるですからね、マジで、ね、あるある、今のやなっていうのここでね、感情をね、揺さぶられない、これ大事、ハンターでボールもね、そうですね、お、よし、わー、打たせましたね、よし、よし、余裕をしてた、決勝してますね、ちゃんと決勝、ね、ちゃんと決勝ですね、これおお、打球が上がらない。ちょっと続けないですね。兄貴。よっしゃー。右手一本の時の。右手骨折してる時の。鉄人やな。
狙ってる感ありましたね、うんうん、ここでおー、落ち着いてる、見切ってんじゃいます、さすがに2回なんでね、チャンス、うんうん、変化慣れしたか、縦スライフォーク縦スラ、ね、フォーク縦スラね、全部変化球見たかな、おー、おー、これは絞っていくのか、変化球は投げづらいですよ、よし、これがあるんですよね、これね、やっぱ狙いに行っちゃうと、おお、ここどう出る、めっちゃ出たな、行ってもいいよな、僕やったら送りますね、送りますね、現実やだ、野球したいんだよ、フォークツーシーム、ああ怖い、やっぱ送っといた方がよかったまだ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 、うわあ、怒らない、怒らないから、送っといたら、お尻選手怒られてるわ、送っといた方がいいっすよこれは、ダイソー出してもいいと思いますけどね、もう言うたら8回ですからね、ねえ、はい、次ここで点取って次押されたら芝居なんでね、そうですよ、球術がすごい。ダイソー出して1点取ってね、たまにおる解説がいる、ね、たまにおる、うわぁ、だからこの送っとったらお前1点入ってたんだよ、あれあれあれ定位置ですか、ゼロだった、大きいです、死んだ、死んだ、あ、おお、誰死んだって、死なない選手、うわぁ、ちょっと難しい配球が、ちょっとイカザクラが、もうフォアボールでもいいぐらいの感じですね、おお、まあまあまあ、いやこれはもう、満塁でピッチャーを変えて、ね、ここ代打でしょうね、出ました、ここでここでミスタータイガース、超広角、お、ここでピッチャーが変わり、また特殊能力、ボイネロだよ、ロッテではない、ロッテではなくてボイネロ、あ、タイピンつきました、タイピン、これは怖いです、ちょっとついてるぞ、死ぬほど曲がります、このカーブ曲がりますね、これはやっぱこの曲がるよっていう振りを、これえぐい、これえぐいな、これえぐいカーブですね、これはキャッチャー取れる、あれよう取りましたね、ワンバイだね、あれさあ、うわー、うわー、いやー、アカンスよ、アカンスよ、出た、アカンスよ、アカンスよ、出ました、そのベンチワークにまで言ってこいよ、ちゃんとせなあかんすよ、あかんすよ、最終回、うわ最終回だ、ちょっと緊張する、ね、まあ、表なんで、あ、これでもダルビッシュ選手を続投、まだ1球、マジか、これは行きました、うわマジか、またメモ帳に一行メモ帳に書かれることになります、さあこれだ、さっきのヒーロー山口浩輝、これ、うわー、戻ってきましたね、やばい、あとは喋るだけ、あと1点、あ、すごいすごい、出た、こんな余裕なかったぞ、さっきまでさっきまで余裕なかったぞ、わあ、来た、ウルトラの夏、ウルトラの夏、ウルトラの夏、やっぱこういうのはもうイニング頭から変えてほしかったですね、そうですね、僕ならバントします、これはやっぱ1点と2点じゃない、そうですね、だいぶ違うんですよね、おっと、バントや、バントや、今のバントや、ここで逆方向に打ってくれたらもう、おお、今のよう合わしましたけどね、今のは転がしましたよ、おお、うわこれは、あ、しゃべってた、しゃべってた、なんか、なんかしゃべってた、やっぱりか、やっぱり吹き込めますか、そうで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 すか、なんかしゃべってくるんですか、あ、でも、これはね、すごい、すごいな、点はでかいよね、点でかいな、続投ですね、続投、やっぱ1点やったらホームランで同点になれるんで、2点大きいですね、これは、ちょっとクルーンを出してないとまだ温存する、余裕が東京まで温存してる、ツーアウトぐらいで来るかもしれないんで、やっぱりテキサス警戒しても面白いですけどね、うわうわー、いやらしい、いやらしい、これ次分かる、何来る、バラついてるね、配球、うわーすごい、初めて樋口応援するぞこれ、うわー入ってるね、今のこれはいいボールですよ、これ打てへんな、うん、見てまうな、うわー、やばい、ツーアウトになったということは、やばい、タイム、タイム、あれ、もしかして、自分でやってください、もしかして、もしかして、もしかして、クーラーが、そこですよね、やっぱこれしかいないんで、おっさん、変化量が1、最後、佐々木にフォークを教えてもらった、村上様、9位が40代でしたね、40、あの、これが、これなんですよ、特訓できてないです、なるほど、なるほど、喋ってるぞ、喋ってるぞ、喋ってた、余裕が、ナチュラルシュート、うわ、いやな、
おーい、すごい似てる。結構曲がりますね。まだある、まだある。これ入ったか。それが入ったか。これは入りますか。もっと落ちるような気がするよ。うわー！ということで、優勝はイカサクラー！イカサクラー！おめでとうございます。いい勝負やった。さあ、ということで、決勝惜しくも敗れてしまいましたけれども、いやー、マジヒグタツ悔しいっすね、これ。ちょっと、あれやったね、制裁を書いたということ。いやほんまにそうっすね。やっぱノーアウト1、2塁で、あちらの解説席で本当にひどい扱いを受けた。なぜバントをしないと。バントの大事さですよ。そうっすね。ノーアウト1、2塁ってね。そうっすよ。言っちゃいましたね。ゲッツーもあるから。そうなんですね。これやっぱワンアウト2、3塁で手堅く1点取ってほしかったなと、あれが敗因でした。マジで、マジで、あれが敗因でした。あれでしたね。あれでしたね。やはりあれでした。悔しい。いやー、ちょっと勝負どころがね、ミスりましたね。ミスったというところで、さあ、ということで優勝しましたイカザクラ君、ありがとうございます。どうでした？最初ね、ちょっと調子上がらないから、うん、そうですね、やっぱ心臓がすごいドクンドクンして緊張で、スマホがドクンドクンってなるん。死んだ、ダイダ死んだというね。ダイダ死んだというわけだから変なコールが出ましたけどあれ、何だったんですか、あれは。いや、もう嫉妬、全然違うタイミングで押しちゃったので、フォーク、意外とびっくりで真ん中行かずに、あ、それで、なるほど、冒頭のラッキー、うん、やっぱ種類はめっちゃラッキーですね。あれで逆にちょっと気持ち楽になったみたいな、うん、あ、そうですね。あれじゃないですか。そっからどこかでなんか急に息吹き返りました。村上のホームラン、村上のホームラン、あれで、あれで初球で決めてくれました。やっぱ流れ掴みましたね。そうですね。あの加宝がちょっと役に立った。加宝、デスパイネ、この加宝。あれ、あ、違う、あれ、デスパイネ、それ。あ、これあの昔オリックスで3試合だけ投げたパッドミッションの最初。わからん、わからん。あ、これ3試合だけ投げた。3試合で綺麗に取ってますね、それ。これだけ知らなかったです、すいません。ということで、まあ、イカザクラ君にはですね、大阪吉本代表としてプロスピエーススターチャンピオンシップ吉本芸人代表決定戦に出場決定という。すごいよ、これ。すごい、これは勝ち取ったな。勝ち取りました。まあ、そちらの決定戦に向けての意気込みなんかあれば。いや、もうみんなすごかったし、まあ、これを機に仲良くなった芸人いっぱいいて、なるほど、やっぱその人らの思いをもうぶつけます、東京に。すごいや、はい、高校野球やするの感じね、するの感じ。まあ、その対決には僕も出るんでね。あ、そうだ、うん、そうだね。お前には負けねえからな。何なんすか、それ。何なんすか、これ。ちゃんと台本それはな、お前には負けねえからなと書いてるということで、こちらの新幹線の、うわー、すごい、うらやまし、ありがとうございます。すごいね、手震えてるやん。いや、まだちょっと、ということで、はい、そのまま僕とイカザクラが出場します、うん、吉本芸人代表決定戦、そして芸能界ナンバーワンを決めるプロスピスターチャンピオンシップ、こちらが YouTube パワープロプロスピ公式チャンネルにて公開されますので、うん、ぜひそちらもチェックしてください。ということで、プロスピスターチャンピオンシップ大阪吉本代表決定戦、優勝はイカザクラでした。ありがとうございました。